って言った方がいいの？でも、でも、お腹すいた。は？なんだろう、給食残したからかな。なんか食べて帰ろう。そうだね、うちで食べて帰りなよ。うん、よかった、お任せた。嫌いじゃないのに嫌いっていうのはなんか嫌だし。ねえ千尋ちゃん、千尋ちゃんってさ、八方美人ってやつ？あ、まきちゃんが私にムカついてる。千尋ちゃんって本当にさ、いい子だね。そんなことないよ。まきちゃんのいい子は私のことをバカにしているように聞こえた。今日はなんだか疲れた。普段は明るくて優しいのに、今日のまきちゃんは少し怖かったな。まきちゃんがゆりちゃんのこと嫌いなのはわかるけど、私も嫌いにならなきゃダメなのかな。死んでほしいくらいの奥さんだし、あいつ嫌いなんだよね。嫌いって共有するもの？でも共有しないと。千尋ちゃんってさ、八方美人ってやつ？私が嫌われちゃいそうだ。取り越し